マグロのエラエラとは、水中で生活する動物が、水中の溶存酸素を取り込み、体内の二酸化炭素を排出して、呼吸を行うための器官。人の顎の両横の端。この項では位置について解説する。もともと生命は、海中で誕生したとされる。動物が小さくて動きも鈍いうちは、皮膚から直接酸素を取り入れるだけで事足りていたが、やがて動物が大型化し、 行動も活発になるにつれ呼吸器としてエラができ小さなエラで多くの酸素を一度に取り込める要機能的な発達をしてきたエラは動物の種類によって様々な形があるが糸状や養状、便状の器官がたくさん集まっているという構造は共通しているこれは肺や腸などと同じことでより多くの酸素を取り入れるために表面積を増やす 構造をとっていると言える。他方、水中では、プランクトンやデトリタスといったセストンを、露過接触や専門粘液接触という方法で食べる動物もおり、そのような動物では、エラが接触機関としての働きも兼ねており、エラが水との接触面積を増やすのは、そちらの方でも効果が大きい。軟体動物のうちい置いた類とバ板類では、 覆面中央にある足の両側の外頭膜の下に棒状のエラが体を成して前後に配列する。それ以外の類では配置の変化が大きい。貝類、タコ、イカなどでは外角は見えないが外頭膜に囲まれて外部に通じている空どころである外頭口内にエラを持つ。通常、外頭口内に開口した肛門の両脇に体を成してエラがあるが、 高等な複足綱のように片側だけになったものや、ツタの葉い科のカサガイ類や、競技のウミウシ類のように本来のエラを失ったものも、ある。一時エラを失ったものには、体の他の場所の体表が突出して二次エラを形成しているものがある。アサリやハマグリなどの二枚貝では、外套空に通じる水管が目立っている。これらの水管は、外套膜の後端が伸びたもので筋肉が、 発達しており、大野貝やミルクイ、鳥貝などでは特に大きく発達する。マテ貝などは磁切り能力があり、捕食者に食いつかれると水管だけが切り離される。二枚貝は通常砂の中などに潜って生活しているが、この水管によって貝頭空の中のエラに新鮮な水を送ることができるようになっている。二枚貝のエラは非常に複雑な構造に発達しており、 呼吸だけでなく、水中の餌をこし取って食べる役割も兼ねている。タコやイカなどの頭足類は、もともと2体のエラを持っていたと考えられている。今日でも、原始的な形態を保つオウムガイは2体4枚のエラを持つ。しかしタコやイカではこのエラが1体2枚にまで減少している。胴と頭の間から、エラのある街灯をくえ海水を取り込み、ロートから水を吐き出す。 敵に襲われた時は、ロートから勢いよく、水を吹き出すことで、ジェット噴射の容量で素早く飛び抜くことができる。甲殻類、編集エラは、水生種がほとんどである甲殻類を通じて、広く見られ、多くの場合は、外洋という付属詞の基部に備わった養生の、付属体から変化した部分である。カニエビなどが属する十脚類の場合は、それがさらに進んでおり、 胸脂の基部から分岐したエラはすべて廃校によって覆われ、精密のエラ質を構成する。昆虫類、編集そもそも昆虫類は陸上に適応した動物で、鬼門で取り入れた空気を気管で全身に運ぶことにより、呼吸する。水生昆虫のゲンゴロウ、タガメ、タイコウチなども、例外ではなく、生きるためには水面にビブを突き出して、息継ぎをしなければならない。しかしカゲロウ。 川ゲラ、飛びケラ、トンボなどは水性昆虫として水中で生活する幼虫期に、これらのエラは気管エラと呼ばれ薄い袋状、あるいは細かい糸状に突出した体表の突起の中に空気の入った気管が入り込んだ構造になっている。気管エラの中の気管内部の空気と昆虫が生息する水の間で酸素と二酸化炭素のやり取りが起こり、 この期間内の空気と全身の組織の間でガス交換が行われる。カゲロウの幼虫は腹部に洋状のエラ、カワゲラの幼虫は胸部に棒状のエラを持つ。水中にミノムシやクモのような巣を作るトビケラ類も腹部にエラを持つが目立ったエラを持たないものもいる。トンボでは糸ト,トンボ類やカワトンボ類の属するヒトシバネア木がビブに3枚の外エラを発達させている。 その他の昔、トンボアモクや、フヒトシハネアモクのトンボは目立ったエラを持たないが、直腸の内壁の構造が複雑化して、気管エラとなっており、ビブから水を吸い込み、直腸内で気管との間でガス交換を行っている。昆虫としては、例外的に、ユスリカの幼虫など一部の水生昆虫は、チエラと呼ばれ、気管が中に入っておらずに血液が循環するエラを持っている。 このエラを持つ水性昆虫では、エラの中の血液と体外の水との間でガス交換が行われ、酸素や二酸化炭素は血液によって運搬される。ハサミ角類、編集原性のハサミ角類では、カブトが二類のみエラを持っている。平板状の外反の裏側に配置され、それが書物のように見えることから、書エラと呼ばれる。なお、陸生のハサミ角類であるクモ型類の一部、 例えば、雲やサソリの後体の覆面に、前述の諸エラに相当と思われる、諸肺という呼吸器を持つ。ホヤや、ナメクジウオ、脊水動物といった、脊作動物のエラは、陰頭の両側に何対かのスリットが開いたものが、基本形である。エラ列と、エラ列の間の部分を最球と呼ぶ。最球同士が向かい合った面には、蓮状や糸状の突起が密生しており、 その中に血管がたくさん入り込んでいる。口から取り入れた水をこのエラ列に通過させるときにガス交換が行われる。ホヤやナメクジウをかなりの魚類では同時に水中のプランクトンなどをろ過し食物として消化管に取り込む。魚類、編集魚類のエラはガス交換に加え浸透圧調節、アンモニア排出の3つの役割を果たしている。ヌタウナギや ヤツメうなぎなどの無角類では、頭部の後ろにエラ穴が1から7つにあり、それぞれにエラを備えている。方向内とエラ穴はつながっていない。サメやエイなどの軟骨魚、エラ列は、皮膚が背側から腹側に向かって縦に裂けるようにして形成され、口腔内とつながって、乾水を行うことができる。軟骨魚類の場合は、鼻の穴とは別に、目の後ろに、 噴水口という穴があり、ここから水が出入りする。水族館などで生きたイ類を観察すると、甲骨魚のように口をパクパクすることはないが、目の後ろにある噴水口が開閉するのがわかる。甲骨魚では1体のエラブタが発達し、4体のエラを覆っている。口とエラブタを交互に開閉させることで水流を起こし、呼吸が効率よく行われる。甲骨魚のエラは、 血管が通っている赤い弁状の器官が最急にたくさん並ぶ構造となっている。この赤い部分を一時エラ弁と言い、この一時エラ弁の両脇に無数の二次エラ弁と呼ばれるヒダがある。実際にガス交換が行われているのはこの二次エラ弁状である。なお、甲骨魚のエラ弁の反対側にはエラ葉という串状の器官がある。これはイワシやアイユなどのプランクトン食性の魚で、 特に長く発達しており、吸い込んだ水の中から餌のプランクトンをこし取る役割を果たす。プランクトンより大きな動物を捕食するアジやスズキなどの魚ではエラ葉が短く数も少ない。また、魚類のエラには塩類細胞と呼ばれる細胞が多く存在する。これは体と水の間での浸透厚さに対抗して NA イオンや CL イオンなどの塩類を濃度を輸送する。 生命維持に欠かせない細胞である。細胞膜上に各種の4チャンネルやポンプを備えており、濃度輸送を行うエネルギーの供給装置として、ミトコンドリアが多数存在する。このような細胞は、MRC とも呼ばれ、軟骨魚類の直腸腺もこれに属する。また海水魚と淡水魚では、塩類細胞の形が異なっている。海水魚では、海水中塩分を放出し、 淡水魚では逆に淡水中の塩分を積極的に取り入れ、どちらも体内の浸透圧を一定に維持するのに寄与している。人を含む陸生脊椎動物ではエラが退化しているが、甲骨魚ではエラを形成する遺伝子が、陸生脊椎動物では副甲状腺を形成することが岡部正太からによって明らかになった。副甲状腺は、 血液中のカルシウムイオン濃度をモニターし、不足した場合には、パラトルモンというホルモンを放出。パラトルモンは骨に働きかけ、カルシウムイオンを放出させる。陸生脊椎動物においては、エラの一部が副甲状腺に変化し、イオン濃度を調節するという機能が引き継がれていることになる。副甲状腺は2から3の体を成しており、発生上もエラの変化した器官であることを反映している。 骨は体重や筋力に耐えられなくなるまでカルシウムイオンを放出することもある。体を支える機能よりカルシウムの貯蔵庫としての機能を優先させるわけである。水中では浮力が働くため動物の大型化には有利な環境だが、魚類のようなエラ呼吸では体が2倍になれば体重は8倍になるが、地上参上の法則によりエラの表面積は4倍にしかならないので、 単位体重あたりの摂取できる酸素量は1、2になるため、大型化にはおのずから限界があり、事実、最大の海洋動物は、肺呼吸のクジラ類である。両生類、変臭イモリ、酸症魚などのアリオ類では、幼生時に樹木のように枝分かれした外エラがあるが、これは最急の外面の体表が伸びたものである。成長して肺が形成されるとともに、 外エラは消失するが、ウーパールーパーやサイレンのように、成長しても外エラが消えず、中性水中で生活するものもいる。なお、肺魚やポリプテルスなどの原始的な甲骨魚類も稚魚時には、外エラを持ち、成長して肺が形成されるとともに、外エラは消失、または縮小する。カエルでは、卵から孵化した直後は、外エラがあるが、いわゆる、オタマジャクシになるとエラは、 皮膚のだが伸びたエラブタの内側に取り込まれ、目の後ろに口から取り込んで、エラ、列を通過したエラブタの内部の水を外に排出する、エラ、穴が開く。生体になると、エラが消失する。有用膜類におけるエラ、編集爬虫類や鳥類、哺乳類といった、有用膜類は、肺や胎児の時期は、溶膜で呼吸を行い、誕生後は、修正肺呼吸を行うので、 エラは耐化消失している。発生途中の灰では一時的に細菌が出現し、これが狂戦など様々な器官の元気となる。エラ引き虫と海エラの名前には、エラとあるが、エラを持たない。エラ引き虫は、対抗端の付属物をエラと判断しての命名で、あるが現在では、エラではないと考えられている。海エラは、その形が魚類のエラに似ることからの命名である。 ありがとうございます。